難しい。確かにタイトな日程だと思いますが、まず相談があって叱るべきではないかというふうに思います。その上でこちらでも対応できないということであれば、まあ、専決致し方なしという結論になるのかなと思うんですけれども、まあ、まずなぜ相談しなかったのか、まあ、難しいという判断だったということなんですけれども、議会の招集に必要なのは、まあ、7日間という認識なんですけれども、28日にまず控訴しようということを決断されたんだなというのは伺えるんですけれども、その日に、招集をかけて議会の方に相談をするという、ことをすればですね、ひょっとすると4日に間に合った可能性があると思うんですけれども、議会の方に相談されなかったのはなぜですか。答弁を求めます。高橋事務長。事務的には、1月、まあ、4日でも先月間に合ったということなんですが、1月4日には必ず先決しておかねばならないということがもうありまして、そうした中で議会との調整、まあ、取りながら議員を開いて、議会を臨時議会を開くというにはちょっとその期間でちょっと難しいということを事務局の方で執行部の方で判断いたしましたということから、この度は専決ということをさせていただいております。まあ、28日には一応方針は決まったんですが、決裁も28日になりましたが、それも、朝すぐ決まったということではありません。その日も調整をかけて最終的に決裁が出たということで、時間的にはタイトな時間でやったこととなります。時間も短かったということで、先ほど申しましたが専決ということで進めさせていただいております。以上です。答弁を終わります。他に質疑ありませんか。以上。はい、南沢議員。はい、時間的にタイトなのはよく分かるんですけれども、相談議会の方に招集できないか、1月4日にできないか、あるいは1月5日の午前中に決まって、午後に弁護士の方に持っていけばできたのではないかというようなことも考えられるんですけれども、難しい。ただ、まあ、手続き上は本来すべきであるし、まあ、時間的いとまがなかったと認められるかどうかが、この先決を承認できるかできないかの我々の判断基準となります。でその際に、まあ、判断としては難しい。確かにタイトな日程だと思いますが、まず相談があって叱るべきではないかというふうに思います。その上でこちらでも対応できないということであれば、まあ、専決致し方なしという結論になるのかなと思うんですけれども、まあ、まずなぜ相談しなかったのか、まあ、難しいという判断だったということなんですけれども、それでも相談すべきではないかなと、相談した上で、進めていくべきではないかなというふうに思いますので、改めてなぜ相談されなかったのかという点と、まあ、5日の午前中に、人事議会の議決が得られれば間に合ったのかどうなのか、2点お伺いしたいと思います。答弁を求めます。高藤事務長。はい、相談すればどうだったかということがあったんですけれども、相談については、執行法の方ではしておりませんでした。それは、執行法の判断としてこの度は時間的余裕がないということで執行法の方で判断したということで、議会の方には相談しておりません。それで5日の方ですが、5日にやれば間に合ったのではないかということなんですが、先ほどから日程を説明しておりますが、そういった中で5日に、議会を開いて、まあ、その日に、持っていくということは基本的には、専決処分をした後に事務的なことをまたするようになりますので、そういった中でそれは難しいという判断をしておりましたので、5日の、臨時議会の専決というか臨時議会の議決ということはちょっと考えておりませんでした。以上です。続いて答弁を求めます。はい、ちょっと少々待ってください。傍聴者の方に申し上げます。携帯電話の電源をお切りいただきますようお願いいたします。はい、石丸市長。はい、ちょっと部長か課長がもうちょっと日付をですね数えられるように後で補足をしてもらえればと思います。で、1月5日時点で間に合わないというのは先ほど説明した通りです。事務の手続きには必ず時間が必要ですので、ギリギリ間に合えばラッキーじゃ済まないですね。
はい、確実に間に合うように進めるのが行政の手続きです。で、その大前提でお話をするんですが、一体普段どういう日程で議会を運営されてるんでしょうか。先ほど、休日が閉会だと、要は議会が閉まっとるという話をしたと思うんですが、その認識は共有できてますよね。共通認識であると思います。たときに執行部からの、通知通告通達があって、議運というのを開いて、議運がなんか5分ぐらいで終わってすぐ次に動けるんですか。そんな日程でされてないですよね。これまでかなりゆっくり日にちを取ってされてますよね。今回もそうですけども、この臨時会を開くに際して議会運営委員会を開いて、今委員長がここで冒頭説明されましたが、かなりの手順踏まれてますよね。これが事実としてあります。規則にのっとって、ゆえにそれらを数えてみて執行部として、あ、これは臨時会を開いてたら1月9日に間に合わないと判断をしました。なので急いでギリギリ間に合う、年が明ける前の時点ですね。土日祝日の前です。はい、市役所が閉まる前に選決を行ったというのが前後関係です。もしこれまでも夜中だろうと休みだろうと構わずプライベートの携帯に電話して議員を開くようなことがあったんであれば、執行部もまた考えられますが、そのような事実はないはずです。多くの議員の方は大好きですが、慣例にのっとって、慣例というのは一つのルールになっているはずです。はい、法的な解釈もその通りです。なのでルールに沿って執行部として客観性を持ってこのように判断をしています。部長課長の方で日付がもうちょっと言えればお願いします。答弁を終わります。じゃあ議運が何日か、他に通じる答弁がありますか。はい、はい、高藤部長。はい、先ほど日程の方が再度ということがありましたので、ちょっとご説明させていただきます。12月26日に判決が出ております。それから、27日に、まあ総務課長の方から説明させていただきます。引き続き答弁をお願いいたします。はい、新谷課長。繰り返しになるんですが、12月の26日に判決がありました。12月27日に判決内容について弁護士と詳細を、話し協議をしました。で、28日弁護士の協議を受けて、市長、と、控訴についての協議をさせていただき、28日控訴を決定をしました。そこから29から、1月の3日までは、年末年始の休日となっております。で、28日の、控訴の決定についての起案を挙げ、決定したのが夕方、その日の夕方になっております。それを受けての事務となるかと思いますが、1月の4日に、次に、訴訟代理人として、控訴をすることについての専決処分を決定をし、専決処分を受けて、弁護士に訴訟代理人としての委任をするよう起案をしました。1月の4日に訴訟代理人の任の起案をして、代理人として弁護士についていただくということを決裁をしました。で、1月の5日なんですけれども、訴訟代理人の委任状とそれから専決処分書を持って弁護士事務所の方に行っております。
弁護士の方からは、1月の9日からの、営業開始だったんですけれども、1月の5に、臨時で出ていただきまして打ち合わせをし、1月の9日、弁護士の方の、捺印を持って、裁判所の方に、控訴状の方を提出をしていただいております。また、先ほどの専決処分についてなんですけれども客観的な事情があるかどうかっていうことについてなんですが、長が判断をするようになっております。地方自治法の179条なんですけれども、こちらの方には普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときということで、長において判断をするということが記載されておりますので、専決処分について地方自治法にのっとり長の方で判断をさせていただきました。市政クラブ南沢議員によるなぜ議会に相談しなかったのかという質疑ですが、普段から相談して議会とのスケジュールを調整しているのでしょうか。専決処分が気に入らないからとたらればで質問して揚げ足取りしようとしているのかと思うような内容でした。